パロボインパクトとかいうスパロボファンに未だに言えないトラウマを植え付けたゲーム。改めて見ると、取る取らない取らないの3択の機体しかも取っても使いづらいがパッケの真ん中ってすげえ挑戦だよな。予告編しか出ないのにパッケにいたやつもいたからさ、松なことよ。敵として出たからセーフだろ？と強い意志で睨んでくるウィングさん。完結編含めてプレイスタイルやルート次第では加入すらしない主人公機ってこれぐらいじゃ。最終は増援です。シンゲッターとラインバイスリッター強いけどランページウォーストできないの2択と聞き、僕は迷わずシンゲッターを選択しました。待てー、はするものの性能はほぼ語られないロム兄さん。出てかない妹さんとか見習ってくださいよ。1話目から地形適応の重要性を身をもって教えてくれるゴッグ。それ俺がちゃんと言ってるだろ。そうは言っても1話からそこまでガチで気をつけなきゃならんとは思わなかったよ。水中に有利な機体はいない、以上、みたいな回答放棄を1話からやるな。なんでそんなところに基地作ったんですか？インパクトはともかく、重戦機体基地は迎撃でなくて偽装のための基地だから、インパクトも準備不十分の時での襲撃だし。ゲッターが1話からいれば。第1話、水中でビーム使えないと言いつつゴッグは水中でもビーム撃てるの理不尽。ゴッグの目が有飛行水中適応も A だからな。インパクトは長かったという印象がとても強い。元にしたゲーム3作まとめたとはいえ、100話超えるのはすごいわ。コンパクト2のパッケージも好き。長く遊ばせたいという性な意志は感じる。迷宮めいたステージを行って帰って恋するのが多かった気がする。壊せば近道作れるよ。一部のヒントだけど、植物のやつが延々狙撃してきてイライラする。インパクトは BGM に関してはめっちゃ素晴らしいと思います。F91 の BGM がレア曲でアレンジもかっこいいけど、聴けるのは3部だから何割のプレイヤーが聞いたことやら。 PS2 初スパロボなので、戦闘アニメーションに気合が入ってたのと、ハードの凄さをプレイヤーに分からせたのは認める。プアープアー、プアープアー、ポン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 ポポポン、来たわよ。地上編ラストは逆にいつ来るんだよって思ったな。美味しいとこ狙うためにスタンバってた。飛び影がマップ兵器で味方巻き込んでくるの弱すぎる。ブザードが自爆しないよう気力をギリギリで止めて、ターンエンドから例の BGM から飛び影に殴られて気力の上がったブザードが爆発。大体飛び影が解決してくれる。すぐに合体してもらう。みんなトラウマありすぎだろ。味方みんな低火力低回避にされてるけど、耐久型スーパー系だけデメリットがあんまなくて強い。実火力に欠ける傾向があるからいらない。なので硬くて火力も出せるグレンダイザーが輝くんですね。第2部はグレンダイザーとバイスリッターで撤退ボスに挑む。最初から武器フル改造前提みたいなスパロボだから、最終盤でボーナスで地形適応をいじれるまでダメージほぼほぼ変わらない。その資金はどこから出てくるので？突然切れるじゃ。これでは虐殺と変わらないではないかとアクシズ落とし真っ最中のお前が言うな。ガトーさんやシーマ様が容赦なくアトミックバズーカ撃ってくる。予知能力ほんといい加減にしろよってなるなった。アルフィミーはかなり厄介なのに何度も気軽に出てくる。ドモンが東方腐敗撃破するとフラグ折れるのってこれだっけ？地上編最終面でドモンで倒すと原作再現イベントが起きてマスター死亡。ドモン以外だとマスターが死んだふりしてて第3部で登場。死んだふりに関してはうろ覚えなので間違ってたらすまない。シュバルツも一応加入条件あるんだよね。スポット時点で強いからあんまり心配ないけど。テキサスマックも強いぜ。デモのアグレッシブビーストモードかっこいい。早く使いてー。矢印使えるの80話から。改造したら2部から使える。敵味方ともにダメージ低いと舐めてるところにぶっ込まれる逆恨み。戦闘アニメ表示なのに遅すぎる。あらゆる意味でディストーションフィールドが憎い。戦闘オフにしても長いんだわ。フル改造するとめっちゃ強いという金満前提の強ユニットが評価されがちだが、個人的には反対にお安くて強いコンバトラーをおすすめしたい。コンバトラーはフル改造費用が他のユニットの6、7割くらいで済むから、宇宙 S にしてやると最後まで主力になれるね。もちろん5人乗りで精神タンクとしても有用だし。コンバトラーの改造費って他の主役機と一緒じゃないの？基本的にはそうなんだけど、第3部でジェネラとの最終決戦が終わった時、こっそり武器以外が4段階改造されるんだ。なのでそこまでにフル改造の4段階手前まで改造して止めておけば、費用が高い後半の改造を無料でやってもらえてかなり安上がりになる。久しぶりに08出してほしい。 G ジェネで出た後継機も出して。そんなのあったの？まあ地味だよね。インパクトって結構なスルメゲーよね。面白いけどやっぱ快適じゃないのは辛い。
今度やるときはぜひ実は強いと言われているコアブースター、ブルーガー、テキサスマック、エルビアンの、この辺を使ってみたい。ここで微妙な仲間を。微妙に使いにくい合体技。隠しキャラだと東方不敗とイルボラは使えたな。ノリス。他のスパロボと比べてもはるかに長丁場だから、終盤で完成する理想の最強ユニットよりも、序盤から使えて、最終的にもそれなりに強いってユニットを使った方が楽になることも多いよね。特に2部序盤はマジで戦力に乏しいから、この頃に鍛えたグレンダイガーやライディーンや GP01 フルバーニアは最後まで連れて行ったわ。シンゲッターとバイスリッターなんとかみんなはどっち選んだ？ゲッター知らないからバイスリッターにした。最初はシンゲッターだった。毎回 EG8 の扱いに悩む。第1部から第3部前半くらいまでは文句なしの主力になれるんだけど、第3部後半の宇宙だと役に立たないんだよな。かといってフル改造して宇宙 S にするのもなってなる。視点超ポジ。限界切っている？ってずっと思ってた。その方がリアル。いやぁ、この回路を組み込めば性能が上がるぞ。地上編でさ、地上ルートかバストンウェルルートは明らかに地上ルートの方がいいよね。グレンダイザー改造できると宇宙編の難易度変わるし、逆にバストンウェルルートはそんなにいい言葉ないっていうか。迷彩ビルバインと師匠の選択だとそりゃ師匠取るよね。吉戸門師匠にとどめを刺すんだ。この次の第2次からは引き継ぎが、取得した資金からの割合引き継ぎになるけど、インパクトまではハードクリアで200万みたいな形だったかな。外伝まで固定で、インパクトは最終はクリア時に持ってる金額そのまま引き継ぎ。シャッフル同盟の連中も出て欲しかったな。そういえば逆者シナリオまで行ったことなかったな。ガトーレベル99とかいうやけクソみたいなやつがいるって聞いたけどやっぱり難しいの？ガトー自身はレベル高いけど、所詮は1回行動しかしてこないし、勝利条件はシャアを倒すことだから鉄頭鉄尾無視すれば問題ない。敵の数をギリギリにしておくと、敵ターンの拡散メガ粒子砲2発で取り巻きの役と動画を巻き添えにして、これでは虐殺と変わらんと自分を非難するシャアアズナブル大佐。フルアーマー100式回がめちゃくちゃ条件面倒だったような記憶がある。その分強かったけど。獲得熟練度が多すぎると隠しユニットがしょぼくなる。でも熟練度を取らないとシャアが逆襲しないし、集中力を取ったり撤退ボスからレアパーツを奪ったら嫌でも熟練度を取得してしまう。これらを踏まえて、どこの熟練度を取ってどこを捨てるかの予定表を組むのがインパクト最大の楽しみと言っても過言ではない。インパクトでは新参なコンバトラー V なのに1回2回戦ってもう決戦なの早くね。第4次からスパロボ始めた人にとってはコンブイとライディーンはさらにひどい。何かあったのか。登場回のみで原作決戦終了。コンブイはジェネラ出てこないし、ライディーンは巨烈兄弟出てこないままがしばらく続いてたね。いやインパクトコンパクト2だけじゃないか。まともに最終決戦やったの。ワンとあとはスクコマ2ぐらい。激怒兄弟もコンパクトインパクトとスクコマだけなんだな。ライディーンだとこの辺も拾われないというか、ボスボロットフォロワーは割と無視されがちだよな。ジーブのメカドンとかダルアニタスのガメロットとかも出てこないよね。ボスボロットがあの枠の原点にして頂点すぎる。コンブイのケロットぐらいかそういう系統で出たの。今やるとロードがきついかね。2周目からはさっきまで遊んでた最終話の所持金だけをそっくり引き継いで遊べるんだぜ。逆に言えばラス前で全滅稼ぎするだけでいいという考え方もあるぞ。ゲームオーバーしやすいよう配慮しました。それに関してはチート使ってもいいぞ。初スパロボだったんで80話あたりで挫折してプロアクションリプレイ使いました。チート使ったら楽になるそう思っていた時期が俺にも。いやまあ難易度は下がるっちゃ下がるけど、それでもフラグ達成難しいとかザラにあった。当然ロード時間も長いまま。こんなんでも当時は楽しんでやってた。正しくようだとも理解してた。ただでさえ時間かかる上、全滅プレイしないと普通にクリアすら難しいし。いや全滅プレイ必要はさすがに言い過ぎというかかえってストレス溜まるだけだわそんなの。第3部の分岐がマジ鬼門。あそこで主力が偏るとマジで詰む。しっかり詰めれば大半のステージで集中力取れるくらい戦略 SLG としてのバランスは取れてるが、この時代の多くのスパロボファンはそれを求めてはいなかった。楽しんでやってたよ。一周で終わらせたけれど他にもやりたいゲームがあったからだし。増援ばっかであって詰む。それもあるんだけど、増援ポイントどこか把握できないと攻略間に合わないから、一度その場面に出会わないといけない都合、一面につき2回攻略用されるんだよな。今いる敵軍と遠く離れたとこにターンで撤退するボス出るから、そっちにも戦力向かわせて。
こんなの毎回やってたらやる気なくなるわ。5ターンクリアで集中力という餌をなくしてマイペースでやらせてくれるだけでも印象が違うと思う。スパロボ F 完結編でターンクリアボーナスやられてたら発狂しそう。自分の行動でいろいろと変化するのはいい。PS2 第1弾ってことで期待値も高く初動もすごかった。だけに悪評も相応に高くなる羽目に。でもね、ディラド軍とか妖魔大帝バラオと戦える貴重なスパロボなんですよ。戦闘アニメが動くザンボットはこれが初めてだったからかっこよかったな。原作再現すると死ぬっしょ。序盤なのにめっちゃレベル高いっしょ。いいよね。ラインバイスとシンゲッターの2択という鬼畜。どっちも取らないも追加。ラインバイスリッターって合体攻撃ないし取る魅力が結構薄いんだよね。エクセレンの援護は便利だけど。合体攻撃が援護に絡められないのがどうにも気になるのと、ゲッターの代わりになるスーパー系は他にいるからライン派だったな。エクセレンがどうも性格的に好きになれなくてゲッターだったな。京介も機体が使いにくすぎて、後半パワーアップした時にはもう手遅れだったな。避けない、カチカチというわけではない、武器が PT、足遅い、小学生が使うには辛い機体だった。この頃はラインバイスにするとランページなくなるんだっけ。そうだね、OG2 で浄化せずそのまま使ってランペあって驚いたわ。改造段階の都合上ゲッターが強くない。進化しない方がいいかもしんない。オープンゲット回避なくなるし。第1部最終話の熟練度獲得条件20ターン以内にクリア、30ターンくらいかかったよ。第1部最終話が総力戦すぎてね。あれ第3部最終話よりターン数かかるだろ。普通にやると師匠が死ぬんだっけか。ドモンで倒すと死ぬ。他の人だと生きててフラグ管理してたら後で仲間に。原作再現すると死ぬのはそりゃそうなんだけど、罠だよね。なんかスパルツ兄さんの方が師匠より強かったような。パイロットとしては忍者だから忍者スキル持ちなんで常に命中回復力補正かかってはいるけど、底力と頑固一徹持ちの師匠のが補正はでかいよ。忍者スキルと攻撃量と統率でクリしまくるのは楽しい。機体性能が分身持ちクリ補正で怪獣2段階改造と噛み合いがすごいから総合的には G ガン最強もあるけど、ブルーガーがダメージ総ストップのスパロボ、弱い機体が強いという謎バランスだが、そればっかり採用すると戦闘画面が非常に地味なことになる。勇者ブルーガーは使ってたのにコアブースターは封印してた。あんまりにもあんまりで。 EG8 が強くて楽しかった。前弾発射と愛の超絶待遇。バーニーいい機体だな。借りるぞ。序盤はエズ8でアタッカーやって、その後はアクサラスで資金調達、場合によっては最後は試作2号機で破壊の限りを尽くす。うちのバーニー、スパイラルナックルかシャザーラの2択でどっち選ぶ？スパイラルナックル。原作で死ぬ人は死んでもらう派。そんなこと言って東方腐敗は仲間にしたんでしょう。今でも持ってるボロッボロの攻略本見て、これが司法と改革の本だったらとたまに思う。分厚い攻略本は当時の文化だな。懐かしい。擦り切れるくらい攻略本読み込むのあるある。画面回転してもユニット見えないんですけど。どんだけ時間が余ってたのだ当時の俺よ。やめろ、やめてくれ。冷静に考えて FF 感の方が供養のはずなんだが、強烈に辛かったイメージなのはなぜかインパクトなんだよな。多分だけど雑魚が一発で死なないことだと思うんだ。なんだよドローメの HP5000 とか。雑魚は一撃で倒せるんだけど、大必殺でやらなきゃダメで純必殺程度じゃ似ている。完結編は終盤はいつものウィンキーで、マップ兵器無双すればすぐシナリオクリアだし、インパクトは前はやること多すぎる。ボス撃破できるよう気力管理と、丸ターンまでにここに配置というミッションが常に要求されるのだ。あと撤退ギリギリまでの削りもな。ギリギリまで削ってフル改造統率3アタックじゃないと倒せないボスとかやめてくだち。ダンクーガの原作再現がまともにされたのは新鮮だったな。コンパクトシリーズはちょくちょくやってたんだけどね。なんだかんだ最後まで頼りになったのはこいつ。控えめながら熱い、なかなか理想的な主人公だった。コンパクト2からのまた援護こすりメインかーって思ってたら切り札かっこよすぎってなった。使いこなすのが難しいクロート思考なのが困りどころ。なんだかんだでみんなインパクト好きなんだなー。俺もさ、結局3周したもん。何百時間プレイしたんだこれ。でもとても友達には勧められない。こんなゲーム二度と出なそう。